はい、2020年6月11日ドラクエウォーク、本日は3時に重要なお知らせが来まして、それの確認と守りの盾を入れたデッキでベススライム相手レベル30ですに挑戦していこうということなんですけど、まずはねお知らせから見ていくんですけど、これついにあれだね、どこでもメガモンが緩和していく流れですね。というのがこれ見ていくと、これさらにこのダイエットカーニバルというのを実装していって、要はこれで新しい目的地にしていくと、このマイレージがここにありますので1日4回にアップしていくとか、これがあるもんで、この要はさっきの右にある一部コンテンツの修正、ここのこれですね、これのスラミチで満タンとか、自宅で休むとか、匂い袋の配布とか、導きの翼の配布、この辺りをだから緩和していくってことでしょうね。ドラクエウォーク運営さん的にはコロナが1割かな、収まってきたわけじゃないけど緩和してきたという判断なんですかね。なんか周りだね、メガモンとかやらせようってことですね。これでもね、私思うんですけどね、一応これ25日から通常のメガモン出現する、一応現在時間が5時なんですよ。ここでは確認は取れてないんですけど、まああれだね、25日だからこのイベント終わってから緩やかに出現してくる風になるんでしょうね。ただどこでもメガモンに関してはここに書いてある通りに、あ、こっちに行った方がいいね、1日1回はやってくれるってことは、それはやってほしいね。っていうか、どこでもメガモンは課金してでもやりたいね。もう何、目的地行かなくてメガモンやれる課題に慣れちゃったもんで、それがつらいですね。25日、本日が11日、まあ、約2週間ぐらい。まあそうだな、ダークキングが終わったぐらいか。そういうのが、これコンテンツの方の見ていくと、メガモンの予定がどういう風になってくるのかな。25日からだから、これメガモンが一応現在やつ、まあダークキングメインでメタルドラゴンですがね、で1日4回で、これが一応25日までのタイムスケジュールで、だからこれ以降が別メガモンが来るのか、追加されてダークキングとメタルドラゴン、もしくはゴーレムとか抱き合わせになるのか、どうなんかなとかですね。一応ダークキングの開催期間が7月2日前だから、25からすると1週間ぐらいまだあるから、そこら辺を調整していくんですかね。これからまたあれですか、メガモン行かなかんすか、現地へ。ここのあれだね、ベスとかさ、そうだよね。まあとりあえずね、ベスをまとったということで、とりあえずこれやっていきましょうということで、要はベスキングがもうね、そんな強くないということが明らかになりましたことによって、これどう見てもあれだよね、ダークキングとの抱き合わせで来る、3体で来る可能性が高い高難度が、なんで守りの盾を私ちゃんと練習しなあかんということで、というかあれ転びって何、守りの盾でいいんですね。ということで一応持たせたんですよ。これちょっと待ってくださいね、ちょっとタイム、すいません。ということで左のね、スクショとデッキが違ってましたけどね、左のような感じなんですよ。要はこれ全員ビッグシールドじゃなくて、ビッグシールドもあります、守りの盾を全面に持たせて、守りの盾でやってベスキングを対策して、さらにこれどっちみち同時におそらく私が出てくると想像してるんですけど、ダークキングも一緒に出てくるから、その守りの盾をやりながら戦うことに私が慣れていこうという対策ということで、まあとりあえずやっていきましょう。レッツラドン構成なんかは後で紹介しますけど、今までやったのとほとんど変わらないですよ。あれ逃げた。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。それよりあれだな、それもあるけど、メガモンスターの体にもあれだね、自宅でできるとか、要は今おる定点のところ、どこ行ってもあれですもんね。あの範囲でやれるんだもんな。湧いてこんのか、湧いてこんのか。範囲がどうなるんだろう、これ、メガモンやってって。25日から通常のメガモンが出るんですけど、今までみたいにまたあの近いとこ範囲ってなんかギリギリのとこやらないとできんのかな。だってタッチできんとこのメガモンとかね、つぼろずらしてないけど目的地あってずらしてやるとこありましたもんね。野球場のど真ん中にあってね、フェンスがあってね、入ってけんとこあるんですよ。タップできんですよ。これちょっと待って、出てこんがね。ちょっと待ってよ。出てこんがね。ちょ、どれでかい、自宅入れんか、これ。ベースがあれか、あまりに遊ばれとると怒ったか。強敵はまだ、まあ、でもあれだな。自宅っていうか、その定点のところ、自分の周りによると、例えばこれ、自宅だろうが、どこだろうが、
イースがでどこでも要は出るもんで強敵が今回で言うとスライムベースが出るもんでスライムじゃないベスキンが出るもんで例えばここで動画やろうと思ってもそこでできますがねこれがなくなるとあれだよねそこまでいかなかんくなるもんねパソコンと何楽器材持っていかなかんってことなかなかまあまあまあいいさということでということで全員守りに立つをやっていきますこれはもうそれの練習です私はこれ転ばし昨日調べたんですよずっと知らんかったんですけど兄すっ転ばしも守りの盾でいいんだね混乱とかあの辺り麻痺とかは守りの盾でいいと思ったんですよこれだったらあれだね状態異常とかっていや今まで私もそうやって言ってましたけど体勢盛りするよりも守りの盾でやった方があれだよねこの場合で言うと僧侶系要はこのパラディンと賢者回復系にしとんですけどこれをずらしてもいいよね同じターンだとその自己死があるそれのためにそうすればそんなに怖くない守りの盾がかけれるタイミングないんですけどねどうしてもあれだよね淡い夢見てさ守りの盾かけずにさ淡い役場混乱あれデラスキあの連続体当たりあれデラスキあれデラスキいや本当にやっていけばこれいいってことだもんなさらにこれね一個パラディには守りの盾じゃなくてビッグシールドもやらせようという要はビッグシールドをかけてさらにパラディンガードなんかと掛け算ではないけど相乗効果で守っていきましょうという狙いですスカラもやりますまずはスカラだねただ魔法があるもんでちょっとそこら辺の威力は半減かなと思いますよねベギラ系があるでねあれがなかったらねそこら辺のとこだけだわねまあ、呪文まで無力化したらさすがにだわな。これでどれぐらいなんでしょう。私がその感覚分かってないですよね。守りの盾でそんなまともに戦ったことないもんね。これだからブロスとかでもバラモスです。とかでも本来ならちゃんとあれなんだね。守りの盾かけてしっかり行った方がいいんですよね。ただかからんかったらとかどうしてもね、そういう淡い夢を見て行っちゃうからね。構成的にはね、一応もうこのまま行こうと思います。やっぱ。いいよ、なずんでガンガン押し切るって感じ。あとそのバフを何につけていくかですね。これ一応今は変えてないですけど、これ、あ、そうか。向こうですからかけばいいか。パラディンですからかけばいい。スカラじゃない。ビッグシールドかけばいいね。これでビッグシ。これでも急にあれなんだろうね。どういう風に調整したんだろう。ベスキングの強さっていうより、ダークキングの強さ自体でなんかあれだもんね。うさんくさかったですもんね。だってダークスライムがなんであんな気違い、あのね、ゾーマ超えるようなぐらいの強さで、逆にダークキングがあれ、あれ、メガモントエあれ、ベースキングもあれっていうところだから、難易度調整してったのかどうなんだろうね、これ。ここら辺のこのね、コロナ対策を緩和していくってとこも、もうやろうと思っとったから、そこら辺を調整してったんですかね。外でやってもいいぐらいの強さぐらいにしたんかな。どうなんでしょう、そこら辺は。これはあれか。攻撃じゃなく、あれ、この回復はしんのか。これで、もうかかっとるか。スカラが1段階。あ、ビクシもう一発かけとくか。ビクシかけつつ、守りの盾は優先だね。ビクシの方が優先度は低いですよね。ビクシはどっちかって遊びですよね。これがもうでもあれだね。守りの盾が完全にダークスライム、ベスキング、それからダークキング、すべてあれだね。やっていく作戦ですね。これでもほんと食らわんのだな。これの方がいいんじゃないか？時間かかっても。ただこれオートで守りの盾をやってくれるわけじゃないもんね。いや別にオートでやってほしいとかじゃないですけど。あ、これで切れる。あ、さっきかけやよかったんだな。点滅しとるもんね。点滅しだした、今点滅しだしたか。これでじゃあかけていきますか、素直に。いや、これはかける。魔法戦士だからね、なずんで攻撃したいっていう気持ちもあるけど、それ自分への戒めの意味を込めて、慣れるっていう意味で。ここを逆に、ずらしていこう。一番やっぱ残ってほしいのはあれだもんね。パラディンの方だもんね。パラディンの方をかけて、少しずらしてもいいよね、これね。最悪ね、最悪。守りの盾かける。2体のうち1体は俺やったことね。これでも、まあまあまあ、そんな仮説したらね、夢物語かどうかですけど、例えば今回のパラディンのコンが当たったとして、回復が、癒しの回復が、そうすると、あれもすると大体、
皆さん一人体制でいきますよね、回復は。私だと今までタクトがもうね、二人体制でやってたんですけど、そうするとその戦い方になれなあかんよね。あの今までみたいなこの雑やり方じゃあかんよね。一人回復だとそこも絶対守りの盾は切らさんとかね、でそのターン順の順番とかね、速さ調整とかね、結構そこら辺シビアになりますよね、多分ね。だからここの例えば体力100でもね、自分で回復させたのがいいのか、総力への回復待った方がいいのかっていうところになりますもんね。そこはあれだな、回復一人になると甘えるとこはあるけど、ここでビクシが切れるか。逆にビクシだね、これスカラだな、スカラだな。逆に一人アタッカーに回せるとこもありますわね。ただこうやってパラディンを遊ばせることもできんってことですね。どっちの方がいいんだろう。私一人回復でやったことないんですけど、三人で、あ、そりゃそうだな、三人で攻撃した方が早いは早いですけど、回復は間に合えないですよね。でもこれ、例えば一人回復でいけるぐらいの回復量を持って三人で攻撃するとしますわね。しても、そうすると、その、火力面が足りんと、逆にあれだね、MP 切れ起こして、要は強い武器がないと、回復があっても、自利になっていって、逆にその回復しとる方が、なくなっていっちゃう。要は MP もなくなるし、ガス欠になっていって、身動きできなくなってくる。だからバランスが取れんとかですね、その攻撃力と回復力と MP とのバランスが。っていう状況もなんかあるかなーなんて想像してますわね。うん、それは素直に思っとる。ここで回復だね。そこら辺だな、まああれだな、手に入れてみたら試してみたいですね。なんか入る前提みたいな言い方するけどあれ、あ、そうだ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 、あんた言っとる矢先、守りの盾ちゃんとやらなあかんが、ちゃんとやらなあかん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 。だからだ、だからだ、すっころびもでもいけるんだ。守りの盾そう考えると強いね。え、強いねこれね。ただそのかけ直さなあかんもんで、どうしても時間がかかるっていうところありますけど、でも結果的にこれ何食らってその間身動き取れん、だから自己死の可能性を考慮するなら手間でもかけた方がってことですよね。これがどっちなんだ、ビクシかこれ、スカラかこれ、どっちなんだ、ちょっとわからんな、わからんけど、まあこれは回復だわ。あれどっちなんだろう、これあれどっちなんだ、あれどっちが切れるんだ。だからでもビクシかけたらパラディめんどくさいね、結構ね。いっ、あ、まあでもあれだな、ベスキンがそんなに火力ないっていうのもありますわね。あれほんと好きだな、あの動き、あれ好きだわ。あれ見たいもんね、結構ベスキングと戦っとるで、ね、あれ好きだ本当に。あれどっちなんだろう。これ起き上がったんでなんですけど、これはあのちゃんと戒めの意味を込めてね、私への守りの盾はしっかりかけます。あ、この切れるところにも目を向けとかな。あ、撃っちゃった、ピコンピコンで点滅しとったのに、撃っちゃった撃っちゃった。これで回復。あれどっちなんだ、ビクシか。あれビクシはまあいいや、別にこのガード、そうだビクシだな。これで守りの盾だね。ずらした方がいいと思うんですけどね、僧侶に関しては特に回復系です。全部が全部一緒だとな、まあ、もちろんその食らわん可能性とかね、淡い夢を見ようとかって言われますけど、これなれんな、この戦い方になれんな、今までやってないでな。あ、これちょっと練習していかなきゃ、ほんと守りの盾を使う。なんかいけそうになるとオートでやろうと、それ横着いく癖があるね、どうしても。もうこれがほんと基本なんだよね。神田田はまあいいにしても、山田のろちはまだあれか。でもあれだもんな、ここでしっかりかけていきましょうってことですね。ブロスなんか特にそうだよね。あれやっぱ守り盾しっかりかけ、ただあれだな、守りの盾かけれるような火力じゃないっていうところあるもんな。まあ当然あれですわね、回復優先ですわね。かそこら辺のスカラもうまくタイミングがここでかけるかどうかってことね。そうだね、ここでかけてもいいね。まあもちろんこれベスキングの火力だからいけんですよね。魔法戦士の右の340はちょっとね、これがダークスライムだと回復した方がいいだろうな。スカラもかけたいけどな、難しいとこだな。スカラもかけたいけどな。だからこのスカラかけたパラディンガードもちょっとあれだよね、影縛りみたいな淡い夢だよね。あの影縛りだとさ、例えばね、こういう状態になった時にさ、縛って縛って回復したいって願うような感じでね、パラディンガードのね、ビッグシールドじゃないけどスカラとか入っとるとね、守って守って、あのなんとかそこだけ守って、そうすれば回復できるみたいな、ちょっと近いとこあるね。
なんかギャンブル要素ではないけどね、人間の欲望をうまくついとるね、そこら辺はね。ただでももうこれはやっぱり余計余なす、やっぱあれだな、フォースブレイクかけてガンガン行った方がいいだろうな、複数的になるかな、どうしても。ベスキングが1体ならね、ゴッスマでもって考えたんですけど、ダークスライムがあるでな、それ1体ずつ確かに倒した方がいいですけど、ここでやっと余裕ができたとこっすか。だったらビクシかけてもいいってところ。まあね、ベスだからこういうことできるんですけどね、ダークスライム相手に多分ここまで1人でビッグシールドかけてスカラかけて守りの盾かけて回復させて、そこまでは多分で手が回らん、なんかを捨ててかなあかん、ビッグシールドは多分捨ててかなあかんでしょうね。守りの盾は総力系は優勢になるね、うん、それは思う素直に。アタッカーだけまあ最悪目をつぶるとかっていう手もありますわね。ダークスライムだと混乱だからね、あの起こせるっていうのがありますわね。すっごい起こせんもんな、あれ何のアイテムを使っても無理だもんな、あれは。それだけがネックなんだよな。だから守りの盾をどうしてもかけようとしちゃうんですかね。でこれはあ、そうだな、守りの盾かけて向こうのパラディンで回復だね。そういうところもあなたあれだね、スピード順とか速さ順、そこら辺を考慮して覚えていかなあかんね。かけた方がいいのかね、だからそういう展開に持ち込まないみたいなね。行動順も結構大事だね、これもね。まあなかなかうまく調整しにくいですけどね、特にソウル系なんか似た心つけとるんだで、ごちゃごちゃなるわな、前行ったり後ろ行ったり。だから職業が違うだけでもするのね、パラディンと賢者っていうだけでつけとる心変わらんし、そう、まあ装備でも確かにそれは多少変わりますけど、それはあんま固定はできんわな。どっちのあれなんですかね、まあゴスマで来るよりで全体攻撃できるのは素直に全体攻撃していった方がいいかなって。今の点滅しとるところ使わなあかんかったな、あなたね。そこが慣れてないな、なんかな、うまく見てないんだろうね。いや見てないって、お前画面見とるだろうって、そういう話は抜きにしまして、慣れてない本当にこのマークに。今までそういう戦い方してないからですよ、これあなたが、うん、なんかそういうね練習今しみの意味を込めてということで。確かにあれだね、守りの盾入れた方が安定するね。それはオートでできるあれだけど、オートでできる相手だから安定するって言われ、それまでですけど、だけどやっぱ入れた方があれだな、自己死が減るもんな。そうだな、メダパニーニャだったか、これが来ても別にそんな恐れることないですもんね。一番あれだな、やっぱ転びが怖いよな、メダパニーニャ。なんて言うんだろう、混乱したの殴って起こすっていう可能性ありますわ。いやこれもね、相手の体力減ってきてもあれだね。これがね、敵の火力が少ないもんね、守りの盾をどうしてもおろそかにしちゃいますけど、これ逆にあれだよね、ダークスライムぐらい、まあダークスライムぐらいの攻撃でこんなことされたら多分誰も勝てんわな。そうさな、それはな。ここであれですか、スから行ってもいいですね。まあビッグシールまではお遊びだな、ここまでやらせると多分パラディンがあれだろうな。スからをだから賢者でかけなあかんとかってなりますわね。もう一人だからサポート役みたいになるだろうね。だから実質回復がここあれだね、賢者完全一人になるとパラディンが、要はこの頭です。これがそういう仕事できるようになるんだろうね。ビッグシールドまで手が回ってくるっていうふうになるんでしょうね。でもそんな構成なら誰でも勝てるわって言われそうだろうな、そんだけ回復あってなっていうの、うん、まあそういうふうになるわな。ただね、これ気持ち悪いよね。高難度がそんな、なんていうの、苦戦心っていうわけじゃないですよね。今までの高難度見ても大体そうだもんね。パターンはどれだと相手、大体なんか気違いみたいなあれだもんね。いや、本当にあれだね、初見殺しじゃないけどな、そういうことやってくる相手だもんな。ただこれ、MP 枯れるね、結構、この戦い方。守りの盾じゃない、守りの盾じゃない。結構あれだね、これ。いや、まあ、確かにいいけどな、これ消耗性なのね。時間かかるとかな。魔法戦士はあれだな、ガンガンあるもんな。パサーしていくってことになるけど。賢者ですらあれなんだな、枯れるんだな、こんなに。え、あれ MP あなた満タンで来たか。ここの取ったスクショなんかこんだけしかないぞ。これ MP あなた空で来たんじゃない。レンジャーが枯れるのは分かるんですよ。400ぐらいだから18ターンか7ターンぐらいやると枯れてくるの、これは分かるんですよ。魔法戦士は逆に枯れんと思うんですよ。だって600近くあるし、一発ってどんなもん、30ぐらい竜王あるからそんなもんでしょう。まあ、そんなには枯れんと思うんですよ。これ満タンに来てないな。賢者が枯れるならね、ちょっと作戦変更でね、
賢者を MP 回復させるのはさすがにあれだもんな、時間かかりすぎるな。これは守りの盾、相変わらず。いや、この状況になっても守りの盾。練習です、練習、本当に。これ多分あれだな、 MP 枯れてきてるぞ。これ、これ間違ったって、その直前にスクショ撮って、あの動画をカットすりゃいいやと思って差し込んだ、差し替えたんですよ。多分そうだな、そうだな。で、これは回復だね。ベフォーミアのか、癒しの方が良かったけどな。でもでかいね、これ。いくらその敵の火力がね、そんなに大きくないとかって言われるけど、状態以上食らわんだけどもでかいよな、これ。あ、好きだけどな、今の攻撃。あれ本当好きなんだけどな、 あれ何遍も見てたいわ。いや、強い攻撃なら嫌だけどね、うん、そうだ。でもかかってないとこに食らうだけだから、すっころびもこれ完全にいけるんだな。やっぱあれだな、ナズに助けられてるな、これは完全な。ってことは右ももういけるぐらいですか、多分。これでもういいね、多分いいでしょ、これで。もう近いぐらいだよな。だ、全体攻撃で2人で攻撃しようか。そんな多分火力の偏りはないはずだから。だよね、だよね、だよね。ということで、なんとかいけましたということで。いや、お前そんなもうオートでやっとるやつがいけるだろう、ベスキングそんな強くねえだろうって言われそうですけど、5500の経験値は地味に美味しいということで。こんな感じ、やっぱあれだね、守りの盾をしつこくしつこくかけてって、細かくやっていくことはね。だってこれ、絶対あれだろう、ダークキングと抱き合わせだろ、これは。絶対そうだと思いますよ。ということで、一応壺1個割って回復しておきますか。壺って、あの目的地もあれですね、ここのこういうの。これも置けんくなりますわね、どこでも目的地。まあ右に出とるでね、皆さんもこれ多分ね、お知らせ見やわかると思うんですけど。でもこれあれだね、離れておけばまた行けるんでしょうね、多分ね。まあ多分今の期間であれね、コロナ期間で、ね、みんな多分みんな家の前に要塞作りまくっとるだろうね。自分の陣地は作っとるでしょうね。ということで、構成的には左に出てるスクショと同じで、こんな感じで。武器とかね、防具、心に関しては全く変わってないし、盾を変えただけ。というのがトップのパラディに関しては、ビッグシールドもせっかくなんで遊びでみたいということで、守りに立てたビッグシールドがあるやつ。ということで、勇者の盾だよね。あ、ロトか。ロトの盾だね。うん、これを採用しました。他で言うとどれなんだ？シルバートレイだよね。守りに立てたビッグシールドだ。これぐらいですよね。これだよね。そうだね。鬼雲もあれだもんね。そうだね、そうだね、そうだね。ラダトームとかじゃないもんね。そうだね。うん。ということで、これを採用しました。まあ、ビッグシールドも遊んでみたいってこと。まあ、でもあれだよな。やっぱ守りの盾だろうな。ただ、これ3連戦。まあ、3連戦なのか2連戦なのか、こうなるのわからんですけど、やっぱこんな構成でいこうかなって。パラディンには、ビッグシールドも持たしておきたいですね。守りの盾と。だから、僧侶系にはもう絶対守りの盾を持たしたいですね。それで、2人目の僧侶も一緒。まあ、僧侶大って言っちゃいますけど。プラチナトレイでこれ守りの盾だから、ビッグシールドはまあ賢者がねかける必要はないでいいだろうというところで、一応他からもあるか、混乱体制、麻痺体制、まあまああるしあるしというところで、地味にね突っ取るもんね。確かあれか、麻痺体制が1個乗っ取るところか。まあここはあれだね、もうダークスライム、ダークキング、その辺りに関してもこうなんでやっていくのには絶対この2人は入れたいですね。うん。であとこっちですわね、まあ、こっちも一応シルバートレイとルーンバックラーと、これ守りの盾と、これはビッグシールドあるですか。まあ、プラチナトレイでもどれでもいいんですけどね、守りの盾があればいいで、ただせっかく余っとるんで、レンジャーの方が脆いんで、そんなんでシルバートレイつけさせました。これを耐性面とかを考慮していくなら逆にこっちでもいいよね。せっかく持っとるんだからスライム耐性が 10% あるんで、この2人、アタッカー2人をスライム系の耐性だけ持って、僧侶系回復だけ守りの盾持たせるっていうのもまあまああれかな。ただでもベスキングのあの状態異常の異常さね、頭の頭痛が痛いみたいなこと言いましたけど、あれになると全員あってもいいよな。 10% をね重く取るのか安く取るのかですよね。ダークスライムは正直耐性が欲しい、あれは、うん、欲しい。この盾があっても十分に、盾があっても多分きついぐらいだから、そこだよな。ただあのままの強さが来るかな、どっちかな。ここら辺はちょっとあれだね。まああれだな、最初は多分守りの盾でつけていくだろうな。ダークスライムが行けや逆に行けるってことになるもんな、そう考えると。かな。だから王者の盾は欲しいかなってことはね、あの体制面で見て。それで最後の魔法戦士も一緒ですね、守りの盾はあるの。
まあ一応魔法ね売っていくっていうところでルーンバクラにしました。どれでもよかったんですけど、手持ちの中でねそういう盾があったんでというところで、とまあそんな感じやってきまして、もう装備面に関して今までとほとんど変わらんすよ。構成的にもまあこれでいこうかなって。レンジャーのフバーフはどっちみちかけなあかんですしね。でやっぱ魔法戦士のねイオナズのやっぱり全体攻撃できるし、フォースブレイクもかかるし、一番火力出せる、おそらくいろいろ試したんですけど、バットマウスで武器も出せるより、私の手持ちの武器こんな感じなんですよ。これ攻撃力で強い循環並んどるから、まあキラーピアスの2突はそういうの抜きにして、トマホーク、グレートアクス使うってわけないし、雷神だとあれでもね攻撃がばらけるもんね。特に3人おるなんかねきついっすね。挫折のコーンでね真空蹴りっていう場面でもないし、なかったらクリスタルクローっていう手もありましたね。一人ずつ落とす、うん、それでも別にあれだと思います。ただあるんだったらもう多少ねあの防御面とか無視してもなすんだわな。これねフォースブレイク狙いたいですわね。賢者の山彦じゃないけど魔力覚醒とかも試したんですけど、長期戦になるとやっぱあれだね、フォースブレイクのでかいよね。何を言えばここはねイオのねラッシュバースとかそこら辺の、それから今回のパラディンの武器斧の7あの全体イオ200何パーの、まああれがあったら理想ですけど、まあそれはねないものねだりというところで、まあ、そんな感じですかね。とまあね、とまあこんな感じでやってきまして、やっぱ守り立て使った方がいいですわ。すっころびもね、それよりメガモンがね25日からまたあれですか、行かなかんすか、行かなかんすか、行かなかんすかということで、ね、どこでもメガモンね課金してでもね100ジェムぐらい払ってでもね やりたい、継続したい、あの課金したい、課金してやらせてくださいということで、はいということで、そんな感じで終わり。